1977年、一つの画期的な家庭用ゲーム機が発売された。それまで本体内部に固定されたゲームしかプレイできなかった家庭用ゲーム機をカセット交換式にし、次々と新作ゲームが楽しめるようにした。それが、アタリ2600個とビデオコンピューターシステムである。ポンテニスのヒットで一大ゲームメーカーとなったアタリ社は、次なるムーブメントを仕掛けるべく家庭用ハードの開発をスタートする。コードネームステラ。当時は独創的なカセット交換式の家庭用ゲーム機であった。しかしポンテニスのヒットで一大企業となったアタリとはいえ、開発資金が多くあるわけではなく、すぐに資金不足となる。そこでアタリ創業者ノーラン・ブッシュネルはタイムワーナー社にアタリの株式を売却する。タイムワーナー傘下となったアタリは、株式売却で得た資金をもとに開発を継続する。そして1977年発売されたのがアタリビデオコンピューターシステムである。 CPU に MOS テクノロジーの6507を搭載。名8ビット CPU6502 を極限まで簡略化した廉価版 CPU である。コントローラー用端子に D サブ9ピンの台形型コネクタを採用。このコネクタは後に当たり規格と呼ばれ、80年代の日本製パソコンやセガ8ビットゲーム機シリーズに採用されることになる。発売初期は前年に発売された世界初のカセット交換式家庭用ゲーム機フェアチャイルド、チャンネル F の存在があり、商業的に苦戦したものの、良質のソフトを次々と供給したことで、徐々に売り上げは伸び、発売から1年で700万台。1981年には1200万台を出荷。世界初のカセット交換式を実現したチャンネル F を差し置き、カセット交換式家庭用ゲーム機の代名詞となった。発売から1年ほどしてアタリ VCS のハード仕様を公開。これによりサードパーティーが次々と参入し、アーケードゲームの移植など大量に発売されることになる。しかしこれがアタリ VCS というより世界中の家庭用ゲーム機を危機的状況に追い込むことになる。アタリ VCS への参入はアタリへ許可を取ることなく行えたため、本来ゲームメーカーではない、ちょっとプログラムが組める程度の個人でもソフトを供給できた。そのため徐々に粗悪な、今でいうクソゲーと呼ばれるソフトが大量に出回ることになる。次第に良質なゲームより粗悪なゲームの方が数が増え、市場に流通することになり、アタリ VCS はゲーマーに飽きられることになる。さらにアタリ社自身が当時大ヒットを飛ばした映画 ET をネームバリューだけでゲーム化、やっつけで作ったことがバレバレのゲーム内容で史上最大のクソゲーと呼ばれ、ゲーマーから反感を買ってしまう。そして1982年のクリスマス商戦、ついにアタリ VCS だけではなく
すべての家庭用ゲーム機が全く売れなくなってしまう。これがゲーム史を語る上で絶対に外すことができない歴史的出来事、当たりショックである。地に落ちたアメリカのゲーム産業は、当たりショックから3年後の1985年に登場する任天堂エンターテインメントシステムの登場まで完全に崩壊することになる。当たりショックの教訓を分析した任天堂は1983年ファミリーコンピューターを発売。サードパーティーを完全に管理することで良質のゲームを大量に送り出し、その管理システムをアメリカに持ち込み、任天堂エンターテインメントシステムをアメリカで成功させ、再びアメリカにゲーム産業を復活させる。アタリ VCS はアタリ2600と名前を変え継続で発売されるも、もはやかつての栄光を取り戻すことはできず、市場から姿を消すことになる。アタリ2600はゲーム産業という巨大なマーケットを作り上げたが、自らの手でその市場を崩壊させた。しかし良くも悪くも、アタリ2600はその後のゲーム業界に影響を与えたことは決して忘れてはいけないのではないだろうか。次回のゲームグラフィック TV は、ゲームメーカーとしてだけではなく半導体メーカーとしても名を轟かせたマルチに活躍する企業ハドソンソフトの歴史を紹介します。